戸郷投手初めての開幕投手でした。監督の目から見ていかがでしたか。最高です。いや本当によく投げてくれましたし、若きエースとしてね、よく頑張ってくれました。そしてヒットがなくても1点を取りたいと阿部監督言っていましたが、あの吉川選手内野ゴロでホームに帰ってきました。阿部野球の一端ではありませんか。そうですかね。らしい今年最初の得点だったかなと思います。そして監督が今日3番に起用した梶谷選手がまず守備で素晴らしいプレーをしましたね。本当ね、さすがだなと思いながら見てました。そしてあのホームランです。やっぱり、ね、また踏んでると違うんだなと思いながら素晴らしいなと思って見てました。そして投げる方では最後大勢投手締めましたが、7回にルーキーの西田投手素晴らしいピッチングに見えました。そうですね、初登板で、まあ、3点ありましたし、すごくね、いい内容で、まあ、初登板とは思えないようなね、本人は緊張したみたいなんですけど、これをね、またずっともっと厳しい場面で投げなくちゃいけないピッチャーだと思ってますので、今後にね、つなげてもらいたいなと思ってます。では最後に阿部監督、見事開幕戦勝利見届けたジャイアンツファンにこの1年に向けて改めて決意のほどお願いします。いや今日は本当ね、ジャイアンツファンも、タイガースファンもすごく盛り上げてくださってありがとうございました。まだ今日勝つためだけにやってませんので、もう今日は今日、明日は明日で少しだけ余韻に浸ってすぐ切り替えて、明日からまた精一杯やりますので、ぜひ応援してあげてください。見事開幕戦勝利、阿部慎之助監督でした。どうぞ先ほど。ただいまグラウンドでは開幕戦勝利を記念して阿部監督がヒーローズプレートにサインを行っております。